はい、こんばんは。さあ、今日はハレーズコメットというかね、今日はっていうか、さっきのグラスリーから流れでやってんだけど、前回ね、一応、なんだ、最後の星まで行ったんだったっけ？意外とこれ、クリアできるんじゃないの？みたいなね、感じで、印象が変わったので、やっていきます。印象変わらなくてもやるんだけどさ。で、一応ね、やった感じ、なんだろう、装備が整ってからのね、動き方をね、変えたら意外といけた、危ないよ、感じでしたもんね。なんで、装備が整ったらできるだけ動かない。で、安全に行くと。いうのが、このゲーム、長生きの秘訣のような気がする。でも、起きた球をね、ちょこちょこ避けていく感じ。あとはもう死なない。とにかく死なないことが大事。よし、OK。装備が整うまではね、やっぱり動きながら、装備を取らないといけないんで、あと誘導もね、ちゃんとやらないとダメ。なんだったっけ、先逃した。フル装備だっけ。ああ、あっち行っちゃった。うん、一足がいい、一足がいいのかな。いや、そんなことないよね、さすがに。消えちゃったオプション使えばよかったかな、ああいう時は。さあ、中間ボス。OK。オプションはね、2つは欲しいんですよね、常に。1つはやっぱりちょっと心もとないけど、消えるんかい。オプション当たった。まあ、2つあればいい。当たるなら使ったがいいな、やっぱり。
順番が決まっていたら面白いんだけどね。よし、OK。長いよね、これ。普通にどっか行かれた。ああそうだ、あとバリアが出ることが結構条件になるかな。バリアはねあるとやっぱ全然違うから欲しいね。生存率がぐっと上がるからね、あれ。よし、2足。OK。 欲しかったんだけどね。アップの出るところにうまいこと敵が来てる感がある。フル装備？バリア欲しいんですけどね。あー誘導が。今日ね、まだ1回もオプション使えてないんで、ちゃんとピンチの時にさっと使えるかちょっと不安が残る。あとボタンもね、このボタンだったよなっていうの確認したいんだけどね。1個しかないんで使っちゃうとな。2つあるで今度テストする。ボタンはバッチリ。ただオプションがなくなった。やっぱ一つは欲しいよね。
怖いね。マンカーハイスコアすごいね。やっぱり無駄に動かない方が、あの敵の動きとかがよく見えますね。このワープ、このワープのせいでね、この前クリアを逃したようなもの。スピードはいらない。あいつね、どん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 下に降りてくるんですよね。だから2回目打ち逃したらもう、あの上に上がった方がいいかもしんない。最下段に出てくるんですよね、最後。それに当たって死んだっていうのがこの前の最後だったんですよね。さあ、あと300万、頑張る。350万だけどな、果てしねえよ。さあ、バリアが欲しいな。あれ、さっきの点数くれた？ボーナス、あれ入るはずだよね。なんかもらえなかった感があるんだけど。これはメガクラ。ワープが多いな。やだやだ、あいつ本当やだ。でワープした直後に弾吐くんですよ、あいつ。こうね、だから結構至近距離でね、弾撃たれることになるんで、まあいい気しないよね。こんな弾が見にくいゲームでさ。光るのがね、虹色っていうか、まあ高速で色を変えてるだけなんですけど、ホームポジションがね、この真ん中の一番下、打ったらそこに戻るみたいなね。
よし、これで3つ目の惑星が終わりかな。早くバリアをくれ、バリアを。バリアが欲しい。出ろうか、危ねえな。よし、小さい玉をね、見失わない、見失わないじゃないけど、まあまあそうだ、見失わないだな、ようにしないと結構見えない時ってあるんですよね。またバリアじゃなかったよ。こいつはワカメ投げてくる人かな。ワカメっていうサンゴみたいなね、イメージ。ワープ野郎がね、小さい玉を本当にワープして出てきた瞬間に吐くんで、しかも小さいんですよ、玉が。なんか見失いやすいんでね、怖いんですよね。ちょっと戻るんだろうね、多分。ちょっとね、今余計ずらそうだったんで使っちゃったけど、これ進むのかな。ちょっといかんな。危なかった。もう戻るのめんどくさかったからさ使った方がいいかなと思ったけど、するやつはね、まあ、極力打ちに行かない方がいいですね。惑星ダメージはいきますけど、
死ぬよりはいいんでね。G はオプションがフルになるやつですね。よし。いや、怖い怖い。オープン2あるけど、後ろに長くなってますね。200万いってないよ。取れない。あれね、ボム使った後に取れたらいいんだけどね。緊急回避取れないんですよね。だからもしバリアが出たらさ、どうしても誘導もできないような状況になると、ボム使ってでもみたいな発想になるんだけど、それもできないんですよね実は。来られると厄介なんですよね。よし。あいつ結構ね、嫌ですね、ボスの中でも。しかもボム使ったらね、戻されるんですよあいつ。最後のボスなんかとかだと、もう本当にその場で、要はクラッシュ、メガクラッシュみたいな感じで、まあ続行なんですけどね。そう、取れない取れない。これいつもやっちゃう。使ってよし取り行こうみたいなね。ただ今どっちみち死にそうだったもんな。今嫌でしたね。よし。ふう、やっと200万いってる。半分いってないぐらいか今。と長いよねこのゲーム。しかもね、構成がさ、単調でさ、
もちろん敵がね種類が増えたりはするんですけど、後半になるとね難易度もあんまり変わらない感があるし、まあ、結構マンネリマンネリ感ありますね。だから集中力が切れたらダメなんですよね、多分このゲーム。集中力さえ生きてればなんとかなりそうな気がする。とにかく弾をね見失わないことですね。で、あの避けれるかなって思うぐらいならいいんだけど、ちょっとこれどうだって思ったらもうすぐに使っていく。あとあの炸裂弾、死に打ち返しっていうんですかね、してくるやつは深追いしない。そんな感じでやってれば意外といけそうな気がする。よし、ふう、怖い怖い。半分は超えたのかな。収録向きのゲームに気がするな、このゲーム。黙々と結構やれるんで配信だとね人と喋りながらっていう感じになるんですけど、収録はどうしてもね一人でやる感が強いんですよね。でこうやって喋ってるのも意外と独り言感が強いんで、何を話していいかっていうのがねいまいちピンとこない。話題探しながらゲームできるほど上手くないしね、今の深追いした。よし、中間。こいつやだ、手前に来るんですよね、こいつ。よし、怖い。とバリア出ない。少しだけ楽をしたいだけなのにな。出ない。オープン当たったな。怖い、怖かった今。レーザーも絡むのが嫌だね。ちょうど真正面に撃ってきやがる。おい、ちょっと今の嫌だった。オプが死んだ。クソ。まあオ
ープ1あればとりあえずはいいんだけど、点数的にはハイスコアの半分ぐらい、半分超えてるか。頑張ろう。がない。ちょっと無理して取り行った。死んだら目も当てられないんだよね。でもあれね、でもこのオプがある安心感には変えがたいもんもあるし、1万点うわ横から狙撃された。うわいいなこれ。それは欲しいです。帰ってくんな、帰ってくんなお前ら。よし、これで少し命が。しょうがない。よし、なんとか。あとは復活。でもバリアがあっても死んでたね。さあ果敢に行くしかない。お前ちょっといつまで、いつまでそこにいる気だみたいなね。オープがない、なくなってた。やばい、オープがないよ。スピードがあるとだいぶ違う。よし、ちょっと惑星しばらく多分すまん壊せない。 15% ね。これで復活できればなんとかあると思う。欲しかった。よし、あるよまだ。なんとかこう気合で復活したい。あとはスピードをもう一つ。これなんだっけ、フル装備か。あとスピード、とりあえず真ん中にじっとしてる分にはスピード関係ないので、スピードスピード、えぐいよ。
よし。怖いね。まあ 28% いってるけど、死ななければ大丈夫。もうそんなに増えないからね。死んじゃうとね、復活の間に相当の敵を逃すんで、残機はあればあるほど結構ね、やばいことになるんですよね。あ、いらない。オプションは1。ないより。スピードあとは。よし、次スピード。とにかくスピードを取ることが、そしてバリアが出ればなおいい。いや、まあ一応半分復活してる。ちょっと怖かった。怖かったっていうか死んでるんじゃないかな、あれ。スピードとオフがない。オフだ。ついで。完全に被ってた。スピード。よし、復活。オプション。よし、いい感じ。いいね。あとはもう慎重に行くしかない。避けさした先にレーザーが来るっていうね。えぐい。こいつ中ボスか。2万点くれる。おいしい。ってメガクラだったね。あ、違ったっけ。よし、習慣。
オプションか、まあいい、いらない。2つぶら下がってるからね、いらない。追い込まれる。おっ、死んだ。おっ、壊れたね。まだ1個あるよ。1個出てほしいな。いやー、怖かった。オプがなくなったな。さあ、ラス前。まあ、やることは一緒だね。地道に真ん中で頑張る。オプがないのがちょっと怖い。出てきた。よし、間に合った。いらない。こんなとこでバリアが出ないかな。よし、ちょっと怖かった。間に合った、よかった。危ねえ、今弾見えてなかった。いや、怖かった今のは。G はいらね、取るけど。えぐいよね、ほんと避けたところにレーザー来るんだもん。使わなくてよかったんだけど。前に進めるし、いっぱいぶら下がってるし。ちょっと待て、僕今結構なくなったぞ。やば。うち、これでいい。
フ1個死んだ。弾打ち過ぎ。よし、だけどオプションが先に死んだ。ボタン押したんだけどね。あー死ぬわそれ。あれって真ん中に出てこなかったっけ、あのパターンのやつって、と思って真ん中打ってたんだけどダメだった、許されなかった。めっちゃ真ん中で踊られてる。ここでやっと1個目。うわ怖っ、えぐいえぐい、あんたたちやることが鬼。いや今のは、今のはちょっと、いやー死ぬな。この前もここで死んだんだよね。だな、スピードが遅いと見て近づいてもまあ撃てないね。うわうわ、いや厳しいな。こうなってくると惑星の爆発が心配になってくる。逃すわけにいかん。レーザー、それ無理でしょ、弾幕切れになってる。残り4機、星が滅ぶのが先か抜けるのが先か。どこだ、ここ、よし 84% なんとかいけた。最終面来たよ、来たけど復活ができないと死んでしまう。さあ行くぜ最終面。
そんなの打てるわけないでしょ、ほんと。こんだけしか火力ないのにさ。取りに行きたい。無理だな、こりゃ。奇跡は起こらないかな。これでいい。1個目に壊したのがね、とりあえずパワーアップなんで、取ることが大事かな。あー、取れなかった。ダメだ、ダメだった、またダメだった。しかもハイスコアですらない。あー、前と同じとこで死んでんな。いやー、いやー、バリアが出なくてでもよく頑張ったよな。あと2万点でハイスコアだったな。まあしょうがない。あー、まあそういうわけでね、まあ配信ができない期間はまだまだ長いので、その間にはハレルコメントクリアしたいなと思ってます。まあ、ちょっとわかんないけどね。まあ、そういうわけで、またね、収録という形で動画をアップするかもしれませんが、まあ、お時間あれば見に来ていただければと思います。それでは配信終わりましょうかね。配信じゃない、収録。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは終わります。ありがとうございました。